さあ今日も元気にスプラトゥーン。さあ塗っていけ塗っていけ。さあ塗っていくぞ。チョウザメ造船所。さあここはね結構ぐるぐる回ったりするからね難しいんだよね。でも今日は久しぶりにねワンピースのねアーロン編をねテレビでやったからね、見たらね、ちょっと元気になってんだよね。ナミって実は拾われてた方だっていうのをさ今日改めて知りましたわ。さあもうだって40年前の話だからね忘れてて当然だよね。そしてあなんかすごい子供の声が賑やかだね。どんな家なんだよなおい。すごい賑やかだね。さあてまあ味方が頑張ってくれてるので私はここら辺を塗り固めていきながら攻めていきたいと思います。厚みがね大事だからね。さあて濡れてねえな。さあここでマルチミサイルが溜まったのでマルチミサイルを溜まったらまた陰気が溜まるのでここら辺かな。角度的にいい角度だね。これは役に立ったね。今 4体狙ったからね。ほら1体倒した。4体狙えたらね弾がいっぱい出るからこれ役に立つんだよな。でここら辺にジャンプビーコンじゃなくてあれを置いといて。すごいイカジャンプの上手いやつだな。ここ最強じゃん。おう何してた。止まってた。こんなスクイックリンなんかでやられるような場所じゃなかったのに。さあいい場所に味方がいるね。この中間地点ぐらいに味方がいると助かるよね。攻撃にいいところから攻撃できるからね。やっぱよし私のあれを踏んだやつがいるね。さあナイス弾を打った瞬間は隙だらけってことだね。3体さっきやられたスクイックリンめっしゃやり返した。さあここまででいいわ。逃げろ逃げろ。さあ OK。 もうなんか殴ったりしたんじゃない。それもあるね。でもやっぱでかい声が出るとドキッてするよね。自分も何も悪いことしてなくてもさびっくりするような、そういう時ってあるよ。え何ってな。教室でさドアがさバーンって開いたらビビるよな。今草屋温泉の馬車馬ってやつがいたな。これは買ったっぽいね。よしよし調子が上がってきましたよ。調子が上がってきましたよ。あやパンダ強くなりたい。いいね強くなりたいくん。かっこいいよ。さあどんだけ頑張れたかな。なんと1100濡れて4体倒して2回倒された。どうした。変になってるんじゃなくてこう押さないでよ。なんで押すんだよ。はいはい。さて続けてやっていきよう。あーそうだね、まあ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 悪くないぐらいでしたかな。さてマッチメイク中で時間があるので、このおっとバトルを返します。何かをやろうとすると始まるので、ね、何か目標を立ててね進めようとしてください。そしたら始まります。アキチャンネルだ。アキチャンネルさんがいるぞ。知ってる。アキチャンネルさん聞いてないな。ゲームに集中してるぞみんな。さあて端っこの方からちょっと塗りも多めでいこうかな。さあ塗りも多めでいきましょう。さあこの間を塗っていく。そして回復しながら努めてまいりましょう。なぜなら動きがやっぱ鈍くなるからね。さあってマルチミサイルが溜まったということでこの上の辺りから3体狙おう。
3体狙えたらいいね。さーて、イチカ倒したぞ。イチカってかわいい名前だけどごめんね、これは勝負の世界だからね。いくらかわいくてもね、勝負は勝負だからね。よいしょっと、あー、しょぼい落ち方をしてしまった。今でもね、このゲームリアルだから落ちたらね、ほんと自分が落ちたみたいな感覚になるのすごいよね。ドキッとしたわ、ほんと初ドキだよ今日。おっと、サメ忍者か、これ忍者走りみたいなのするやつがいる。お、でも味方が倒してくれた、ナイス。2対1だとやっぱり部がいいね。私もああいうの多分一発でやられそうだったんだけど、なんとか勝ったのかって思ったです。さあ上を制しましたよ。さあ上を制したので、上でどん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 塗っていきたいと思います。さあ味方、あいつうまいからな、あいつちょっと味方と一緒にやらないとダメだ。あの忍者走りみたいなやつやべえ。オーバーフロッシャーか、さっきのイカ忍者がやっぱ怖いね。毒だ毒、おい、今のところでやられるなんてしょぼすぎるだろ。左側は濡れてないな、必戦だね。さーて、あ、ここら辺かな、ここだね。よし、いや私がさっきいたとこじゃねえか、塗っとけよちゃんと。何をやってんですかって感じだ。破壊だー、あれ破壊できないのかな、まあいいわ。あんなのに時間を取られてる場合じゃないだ。よいしょ、あーバケツ、バケツあいつうまいな。いや必戦だ、バケツじゃない、必戦ってなんだよその武器。必戦なんていう武器は知りませんぞ。マジか、必戦強いんだな、まあ、バケツみたいななんか弱そうな感じなのに。さあ相手の嫌がるようなことをしてから逃げましょう。おっと、逃げたかったのにな、最後逃げれたのにな、最後逃げてマルチミサイルでボーンで終わりだったのに、やりたいことができませんでした。さあどうだ、破竹の4連勝いったかな、これはいったいったー。やっぱこれはね、相手がねちゃんと塗ってないんだよ端っこ、ほら見てみ、この下の端っこの方が濡れてないでしょ。この粗さがねやっぱりね最後の勝敗を決するんだよね。よかったです。